さあ、どうしようかな。この中のイベント見て。ん？バージェス？何ですって？自分が？町役場で何が起こってるようだ。あ、もしかして、バージェスが、なんだ、教会の教師になれた。そんな自分には無理です。彼らは過去20年間のメディの卒業生に対して第一志望調査を行っている。でもその役割をこなすために送り込まれた人は誰もいない。おう、あなたしかいないわ。バージーボヤ、いえ、バージーボヤ司祭。なんか矛盾してるような言い方だ。バージーボヤ司祭？ああ、雲仙に来てくれてありがとうございます。お願いです。この人たちを説得してください。自分がサンドロックの司祭なんて100万年経っても到底無理だと言ってやってください。しっかり、どうしてそんなに自分を、卑下かな。わかりきってるじゃないですか。第3に、自分は不器用ですし、第2に、そんなの無理ですし、第3に、今たった2つの欠点があります。なるほど、確かに言われてみれば。何？ねえ、ちょっと待って。それはあなた自身の意見を大げさに表現してるだけよ。おう、しまった。見透かされている。自信がないって言いたいんだね。なぜダンビがやらないんですか？あなたほど人の心を読める人物はなかなかいません。もうすぐ子供が生まれるのよ。そんなことをしている暇はない。おお。まあ、ある意味ではオアシスは自分の赤ちゃんのようなものですが。ただの言い訳よ、バージー坊や。わかってます。それに、私は言葉をこう操るのが得意じゃないのよ。もし私が説教するとしたら、お互いによく考えなさいとしか言えない。だってそれ以外言う必要がある。だったら木を植えていた方がマシよ。まだ89分残ってるし。89分。簡潔だけど本心をついている。今のを使ってもいいですか？もちろん、アイデアなら任せてちょうだい。できる限り協力するから。水の無駄遣いについて私がどう思っているか知ってる？あなたと同じくらい過激なんだから。 面白いね。みんな根っこから応援してるよ。君が新たな仕事で花開くのを楽しみにしてる。根っこから花開く。ふむ、なんか元気が出てきました。みんなに信じてもらえるなんて。でも無理です。自分の司祭としての能力は信用できません。町長、指示をできる人は本当にいないんですか？誰もですか？ザッカーはどうです？彼は元祭司なんですよね。ああ、ザッカーさん、そうなんだ。そうだけど、第一にザッカー引退し、第二に彼は司祭になりたくない。第三に彼が今やっていることの方が重要よ。私の目の前に司祭にふさわしい人が二人立っているのにやめろなんて言えない。その通りと。なんてことだ。どの理由も十分に説得力ある。じゃあバージェスがやるんだね、結局。その通り、この役例に必要な献身、ゆとり、そして善良さを備えているのはあなただけ。あなたでなきゃダメなの。過呼吸か。落ち着いて呼吸になる。まったく。どうも、すごい叫び声が聞こえてきましたが、大丈夫ですか？私も叫ぶべきですか？なんで、アインするが。あ、いえ、その必要はないわ。私たちはただ、光の兄弟、サンドロク支部の次の正式な祭司になるのにふさわしいってバージェスと説得しようとしてるだけなの。いや、そんなことを言う必要は。うむ、つまり気が乗らないと。帽子が必要かもしれません。帽子？ん？続けてください。そのですね、人生において自分がいるべき場所にいないと感じたとき、
適切な帽子が全てを変えてくれることがあるんです。ほう、新たな考えだ。あ、帽子だけで変わるのか。例えば副官の帽子です。これをかぶれば誰でも副官です。つまり祭司帽子をかぶっていればあなたは司祭です。司祭か、誰も疑わない。祭司じゃなかったな。でもマルチダは帽子なんてかぶってなかった。それはマルチダが小悪玉レベルの自信の持ち出したからです。わかりました。必要なのは帽子です。素晴らしい提案をありがとう、アインスール。帽子にハッと思いついたんです。で、被災棒を作っていただけませんか。そうすれば自信を持って熱弁を震えるはずです。本当か。まあそれでできるんだったらいいね。ダンビーもそう言ってるし。私が考えたとのはちょっと違うんだけど、でもまあ解決に なるかもね。運善できる。おいいよって。やった、帽子があれば成功間違いありません。それだけ変わるんだ。後ろのこの人のような帽子かな。本当に大丈夫でしょうか。さて皆さん、話もまとまったのでお開きにしましょう。バージェス、幸運になってる。牧師としての最初の説教を楽しみにしてる。おお、いえ、あの帽子が手に入れば運なんて必要ありません。まあそうね。そうですね。それでは。面白いね。ミスター祭司、司祭。図面を待つ必要があるの。その場でくれる予定じゃないのか。ついでに、コントラクトジャンクションに行って、ここで買えるのか？なんか。カタログからやればいいのか。お、工場っていうのがある。工場か。あ、なんか、浮かんだところに作っちゃった。いや、これは壊すよ。工場作りには、あと一段階広くする必要あるな。工場もだし、ああ、なるほど。工場っていうのもある。まあ、でもどうだろうな。温室と設置するっていうのもあるな。まあ、家に帰ってやればいいんでしょ。いやー、なんかやれることも増えるな。あ、ついでに屋根は？あ、工場用の屋根っていうのも。ちょっと素材を変更してみようかな。屋根の。DLC で増えてるからね。あ、いいな、これ、屋根。で、この三角屋根も素材を変更してみようか。屋根。あ、これも悪くないな。瓦みたいだ。なんか違うな。これは床に使えそうだな。あ、から、皮。あ、これ自体瓦っぽいけど。あ、ってところだ。あ、これをしちゃおうか。これで、壁は、まあシンプルはいいような気もするな。ああ、でも壁だっ、ここだけ変えるっていうのもありか。ああ、陶器ね。ちょっとイメージ変えてみるか。まあこれでいくか。で、ここの素材を変更で、まあ屋根見えないけどな。あ、いいか。
ここは中見た時でいいか。今7万持ってるのね。さあ、じゃあ民兵団の方に行こうか。いくらなんでもね。ああでも、お、ビビはなんだ。アルビオが随分大人になったらしいわね。全く別人になったみたいじゃない。もう感情的な男の子じゃなくなったのね。それは確かにいいことだ。で、アルビオなんだ。お、ハル、会えて嬉しいよ。君のクリームを売ってたくさん儲かってたから分け前を取っておいたんだ。ほら、いつか使うだろ。うわ、こりゃすごい量だ。すごく重いな。なんていうかさ、バイザーステアーズは街で一番儲かってる雑貨屋だからね。君の素晴らしい商品と僕のこの魅力で飛ぶように売れるさ。だからすぐに元の生活を取り戻せるよ。ありがとう、アルビオ。少しずつでも貯金ができれば、俺は大学に入れるかもしれない。おお、いいね。いい考えだね。勉強すればもっと商品が作れるようになる。そうすればもっとたくさん商品を売れる。僕の父さんは勉強しちゃでかい脳みそがもっとでかくなるって言ってたよ。お、なんだ。ちょっとね、これ高すぎる。負けてくれない？待って、これは何？逃亡者をかくまってるの？いや、勘違いだって。この人は逃亡者じゃない。このポスター古いやつなんだ。君の勘違い？うん、そうだよ。昔のポスターなんだと。え？だったらなんで取り扱わなかったの？チェックメイトだよ。ミスター、セールスマン。民兵団が忙しかったんじゃないかな。やることたくさんあるし、これはそんなに大したことじゃないし。買わなくていいよ。運勢アルビオ、気を使ってくれてありがとう。でももう逃れられない。そうだと、俺が盗賊だ。なんだと。俺は犯罪だ、犯罪だぞ。民兵団を呼んでくるから待ってろ。お、民兵団来るかな。大丈夫だ、待つさ。悪かった、俺のせいでお客さんが一人減っちゃったな。いいんだよハル、だって勘違いなんだから。民兵団が説得し説明してくれるさ。それにもう少しで超紹介かな。僕は証人になる。君は悪い子なんてしてない。みんなちゃんと分かってる。どういう結果になると、ローガンと俺は決めれるさ。とりあえず、今は帰るとする。おう。あ、そういえばここに、陶器あったんだ。お、行かないでって言って。ああ、以前の僕はローガンを責めていた。ハルは本当に洗脳されていたと思ったんだ。でももちろん僕は予想していたよりも、事態は複雑だった、甘かったんだ。うん。運善、聴召会に来てくれる？君に声を入れてほしいんだ。僕たちの意見を言わなきゃ。うん。あ、ハルが来た。やあ、ハルや。まあ、ハルも仲良くならないとね。あ、ゴミが落ちてる。ついでに何か新しいの売ってない？おもちゃの栽培キット。へえ、そんな栽培キットがあるんだ。まあいいか。え、なんだ、何があるんだここ。ん？宇宙に打ち上げられた。ああ、チーフ、会長がね。ゾウさん、まっすぐ宇宙へ。信じられなかった。宇宙船が存在するなんてな。大量のセルターと階段がと工場が一体になった感じで、博物ん宇宙船のパーツもたくさんあってすごくでかかった。あんなもん初めて見た。宇宙船の名前は見えたか？ああ、オリーブピーみたいな名前だったな。宇宙食デリバリーもやっていたのかね。
The Olympia. オリンピア、ああ、オリンピア語ね。ああ、そう。それかもな。デリバリーってのはただの予想だ。マルチタがロボットの中にいて、すぐ近くまで寄ってきたんだ。それでトレーニングのことを思い出して。オリンピア。オリンピアを見つけた。オリンピア。おお、喜んでる。I need to go. 行かなくては、ずっとこの時を待ってた。ああ、局長大丈夫か？Okay. 大丈夫だと、それどころじゃない。最高だ。これが何を見せてるかわかるか？連れて行けって言いたいのか？旧世界の人々は別の星に行ったっていうことだ。最悪の日、別の星に移動してた人々もいたんだ。きっとその人たちは生き延びたんだろう。そして君の言ったこともあってる。私を連れて行ってくれ。おう、うんぜ、ちょうどいいところに来た。チーホン局長がオリンピアなんとかについて期待を期待そうだぞ。君から教えてやってくれないか？俺はやることがあるんだ。じゃあ行くよ、またな。おう、チータ。ああ、そうだ。マルチダの機械とやらが気になる。保安官が言うには、制御ポットを宇宙に送り出せるほど強い脱出装置がついているとか。そりゃすごいな。確かにね。どれほど重い物体を脱出速度に届かせるかでエネルギーを大量に消費する。成長中心になった R47 ウルトラかもしれないぞ。喜ばしいことだ。一方的な話してしまったようだ。うんぜ、これじゃまるで興味ない話題に僕は無理やり付き合わせているみたいじゃないか。まあこんなチップを見つけたんだって見せてみようか。ん？チップ見せてくれ。メカチルダについてた。これで見覚えが。待ってくれ。どこかで見覚えが。すぐ戻る。お。お、戻った。やっぱりだ。これは RX76 のチップ。昔のテクノロジーのデータベースとシリアルナンバーを照らし合わせた。これは旧世界の軍事用チップだ。うん、プラズマサーマーベルっていう現状の装備に使われていたものだ。ガンガムの操縦士が使っていたか、ん？いた？かっこいい武器だよ。私はこれのために様々な調査をした。プラズマサーベルさえあれば実物を作り出せる。まあ、夢物語だな。待て、それは、ああ、やっぱり、そういう武器だったな。ブラズラサーベル、見てもいいか。修復させてほしい。ガンガムの小獣士の名にかけて。おう、すぐに返すよ。本当に？まあいいけどな。王者の剣。忍者ソードじゃないねって。そういうことだったのか。いろいろ被るもんだね。なぜならそれは君が無知だからだ。ん？しかし私は君を信じていた。みんなを装備していた。それは信頼とは関係ない。結果が全てだ。群れを導くては厳しい決断を下す必要がある。こんなことになってしまって申し訳ない。はあ、これだけなら伝えておこう。光はみんな許してくれる。君さえもな。私は光のためにあったんだ。許される必要はない。さよならミゲル。バイって言ってたね。なんとも言えない表情だ。オンゼン、君が勝利を楽しんでいることを願うよ。この愚かな11歳たちは再び人類を破滅させようとしている。この小さな例え話の結末を私はもう見ることはできない。うん。うん。街は救ったじゃないかっていう。いや、まあ、どうしてそんなこと？明らかじゃないか。人間の気まぐれによって引き起こされる災難を防ぐために、必要な構造と秩序をディボスは提供する。私がサンドロックに秩序をもたらしたことに感謝すべきだ。あまりにも長い間野放しの町だったサンドロックは地下から掘り起こされた危険な技術やイデオロギーで憶測もなく進歩を試みてきた。うん。君たちは目先のことしか見えない。人間の欲望による暗雲が再び世界を覆う時、君たちの努力は無駄になってしまうだろう。
私は君たちだけでなく何世代にもわたる全ての子供たちの命を救おうとした。まあ聞くか。究極の自由、快楽主義こそ腐敗の時代の人々が実施したものだった。自由の名のもとに彼らは私たちの想像を絶する武器とテクノロジーを作り上げてしまったのだ。彼らはできるかどうかの問うのすら急ぎ、やるべきかどうかすか考えなかった。結局彼らは自由の名のもとに私たちの世界に破壊をもたらすべき戦争を仕掛けたのだ。彼らは自分たちの行動がもたらす結果を気にしなかった。将来の世代に不利益なものをもたらすことなんて気にかけなかったのさ。自由都市の人々はこの罪を繰り返している。過去の異物を見せびらかす私たちの未来に唾を吐きかけているのだ。まあジボスも異物を使ってるよって。デュボス政府は異物をサルベージするものを厳しく管理している。新発見の技術が常に政府の管理下に置かれるよう、苦渋の末かなの装置だ。理想的とは思えないが、ここの体制よりはマシだ。まあそうかもね。少なくともまだそうであってほしいと願っている。私はこの町の人々にこの行動がまた新たな災難を引き寄せることに警告かな鳴らした。だが私の説教には耳を貸してくれなかった。私は自分の構想に基づいて全ての人々を避難させようとしたが、その計画は失敗に終わった。だから私は自分の正義を使わなきゃならない。私がサンドロックに危害を加えたというのがここの人たちの見解であることは理解して、この町が人々を何を望もうとも私は自分の信念を捨ててない。まあそうかもしれない。君にも光が見えることを祈る。もしよかったら一人にしてくれないか。はあ、まあどこにいるんだ。まあペントは下にまだいるんか。ペンとは会話できないまま。もうマスクマニアともう、なんだ、デザートレイバーを中心的に倒してれば、なんか問題ないような気がしたけどな。次に何かお願いするか。まあまあまあ、今いいか。もうちょっとしたら何か欲しいものが出てくるでしょう。よし。うまいよ。バージェスがかわいそうに帰ってくよ。Catch you later. で、ここは何だい？何があるんだい？すぐそこだな。下か？アーネスト。ふむ、悪くない。悪くない。なんだ？このスケッチ、詳細に描かれている。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。